預言者ヒラモンは教会全体にわたって統一を図ると宣言した。それだけではない、新たに祭司と教師を任命している。全てを失うかもしれない。何をしたらいい？何も。ヒラマンたちの言葉に耳を傾けなければいい。モロナイハ。お父さん、ここで霊漫人を打ち負かしたの？ここだよ。でも父さんじゃない。主が私たちを救い出してくださったんだ。預言者アルマは自分たちを守る方法を主に尋ねた。霊漫人はかつてないほど大きな勇気で戦ったの。でもお父さんの軍隊はさらに大きな大義のために。君主制や権力のためではなく、家と自由、祭祀、礼拝の儀式と教会のために戦ったんだよ。諸君は奴らより偉大で民を導くのにふさわしい。その通り。ヒラマンたちは立場をわきまえる必要がある。殺してしまおう。今なんと？殺すと言ったんだ。そうだ、奴らを排除すべきだ。慎重に行わなければな。何をするつもりだ？王だ。王を立てるのだ。王を支え確立する者は誰でも民を治める者となるのだ。そなたも、そなたもこの地を治めるに値するものだ。政府を倒し教会を滅ぼさなければならない。私を王にするなら諸君を治めるものにしよう。ヒラマンと同僚たちに耳を傾けるな。我らは自分たちの正当な力を主張しなければならない。なんで彼らは惑わされるんだ？ヒラマンがあんなに尽くしてくれたのに。奴らは嘘つきだ。皆を操ろうとしている。なぜ王を立てようとしている？王がいれば霊漫人から守られる。我々はアマリキアの言葉を信じる。私を支持し、私を王に立ててくれれば、あなた方を民の指導者にしよう。彼らは何と？アマリキアは王となり、神の教会を滅ぼし、神が私たちに与えられた自由のもといを破壊するつもりです。教会の多くの人が彼の言葉を信じ、教会から離反しています。人の子らはなんと早く神を忘れることか。一人の非常に悪い人間が大きな悪事を引き起こす原因になることがわかる。彼が教会を滅ぼし、神が与えられた自由のもとい、すなわち神が義人のために贈られた祝福を損なうことを許すわけにはいかない。不義な王は平和を脅かす。我々の自由を不義な王に奪わせるわけにはいかない。
自由の旗だ。我々の神と宗教、自由、平和、祭祀のために。クリスチャンの一団が残ってその地を所有している限り、腹からに自由の祝福をとどめてください。彼らはキリストの誠の信者であり、喜んでキリストの名を受けています。クリスチャンの大義と国の自由に神の恵みがあるように祈ります。アーメン。見よ、私たちは選ばれた地、自由の地に住んでいる。キリストの皆を受けているために蔑まれるが、自分の背きによって災いを招くまでは、決して神は私たちが踏みにじられ滅ぼされるのをお許しにならない。この旗を立てて守ろうとする者は主の力を持って出てきなさい。神の祝福をいただけるように権利と宗教を守る誓約を交わそうではないか。モロナイが民を団結させています。時は来た、皆を集めるのだ。剣を取れ、備えよ。剣？私は裁き司だ、兵士じゃない。お前は大義を疑うのか。神と誓約します。もし戒めに背くならば滅ぼされるでしょう。神が私たちを敵の足元に投げ出されますよう。私たちが衣を足元に投げ出すように、もし戒めに背くならば。私たちはヤコブの子孫の残りの者、兄弟に衣をズタズタに裂かれたヨセフの子孫の残りの者である。神の戒めを守るのを忘れないようにしよう。さもなければ衣は裂かれ、私たちは牢に入れられ、あるいは売られたり殺されたりするであろう。ヨセフの残りの者として自由を保ち、キリストを信じる信仰に固く立とう。自由のために、家族のために、信仰のために。全地に出て行ってアマリキアと離反した人々に立ち向かって、自由を守りたいと望む全ての人を集めなさい。奴らは怠惰で弱く、取るに足りない愚か者だ。奴らを支配する力を持とう。私のために戦え、共に治めるのだ。平和のために、神のために、家族のために、自由のために、平和のために。
我々より数が多いようだな。勝ち目がないんじゃないか。神のために、神のために、家族のために、家族のために、自由のために、レーマン人の知恵迎え、平和のために、平和のために、神のために、神のために、家族のために、家族のために、自由のために、自由のために、平和のために、平和のために、神のために、神のために。モロナイは血を流すことではなく、善を行うこと、民を守ること、神の戒めを守ること、罪悪に立ち向かうことに誇りを感じていた。もし過去、現在、未来のすべての人がモロナイのようであれば、見よ、地獄の力でさえも常しえにくじかれてしまい、悪魔は決して人の子らの心を支配する力を持たないであろう。